ジャン・ロトルーは17世紀フランスの劇作家。優れた職業劇作家で選んだ素材を当時のフランス演劇美学に沿って本案する技術に卓越していた。それまで目を向けられていなかった素材を使用したり、喜劇や悲劇のあらゆる形式にも挑戦するなど、実験的精神にも旺盛で彼の影響を受けた劇作家は数多い。その作品は、 モリエールの儀曲の出典にもなっている。署名入りの手紙、自筆と確証のある原稿などは一切残されておらず、生涯についてもそれほど多くのことは知られていない。1609年、ノルマンディ地方のドルーで、父、ジャンロトルー、母、エリザベートル・ファシューの子として生まれた。誕生日は不明だが、同年8月21日に洗礼を受けたことは、わかっている。 同盟の父親は商人であったが、一族は数世代前からドルー氏の養殖を歴任してきたブルジョアジーで、祖父は市長であった。ジャンはドルー氏で教育を受け、古典の基礎を学んだ後、さらに法律を勉強するためにパリに出た。高等法院の弁護士資格まで取得したようだが、法廷に立った記録はない。ロトルーはパリで劇作家のグループと交流し、 文学上の友人を得た。1628年には、初めての引き劇、憂鬱症患者、あるいは恋する死者を執筆し、ブルゴーニュ劇場で初演され、1631年には出版されている。上演に当たった国王劇団の座長ベルローズは同作によって、ロトルーの才能を見抜き、彼を雑木作家とする契約を結んだ。ベルローズはちょうど、この頃、 雑記作家のアレクサンドル・アルディを契約上の対立から失っており、ちょうど良かったのである。この契約は、年後から6作を制作し、その上演権と出版権は、劇団の所有とする当時の監修に則っ,った、ものであった。20歳前後の若い劇作家には、名誉なことであったに違いないが、アルディと同じく、だんだんと、この契約に不満を募らせていくことになる。こうして、 ブルゴーニュ劇場の雑記作家となり、1629年には、忘客の指輪を制作した。この作品は当時、ファルスに圧倒されていた喜劇の不遇時代を終わらせた、ことで重要な作品である。工業的にも成功したらしく、ジョルジュ・ド・スキュデリーの作品に研究がある。これ以後、1635年までの間に契約に、従って、相当数の作品を制作したようだが、 そのほとんどは出版されることなく散逸してしまった。1632年には、ジャン・シャプランの知記を得た。シャプランは、最初、リシュリューの文学上の助言者で、アカデミー・フランセーズの創設にも尽力した人物である。1634年8月、引劇ドリステの出版をめぐって事件が起こった。クレアジェノールとドリステなる題名で、海賊出版が行われたのである。 この作品の出版権を握っていたのは、先日したようにベルローズであったが、この違法行為を訴え出たのは、ロトルー本人であった。この訴訟は、時短が成立し、高額の賠償金を勝ち取った。そして翌年、正式にロトルーの名前を冠した同作品が出版された。この事件からもわかるように、デビューから5年で、 すでに劇作家として有能で人気を集めていた。シャプランは1632年にあのように才能ある若者が恥すべき冷蔵家にあるのを残念に思うと評しており、1635年には彼を経由してリシュリューの秘行も獲得している。出版されたドリステの関東序文には本作をめぐる訴訟をほのめかす記述があるほか、 同作品を指して30人姉妹の末っ子のある記述がある。1634年時点で30作目というのは契約内容年間後から6作の制作にほぼ合致するため、ここから推定するに少なくとも十数作が失われたのは間違いない。1635年に最小李主流の庇護を得て年金を獲得した。最高権力者の庇護は ベルローズとの契約解消に大いに役立ち、それまでの自作の出版権をも手中に取り戻すことに成功した。こうして、雑木作家という制約から解放されたロトルーで、あったが、その後も、それまでと比較して、格段に落ち着いたペースではあるが、相変わらず、ブルゴーニュ劇場のために作品を制作し続けた。二人のソジーは解放後初めての作品である。 この喜劇は成功したらしく、コルネイユの悲劇、ルシットと人気を2分するほどであったという。ルシットは、フランス演劇史でも有名な、ルシット論争を引き起こしたが、この論争に際して、ロトルーが、どのような態度をとったかはわからない。ロトルーは論争で対立していた、両陣営に友人を持っており、おそらく両陣営の板挟みにあったのだと思われる。この論争に前後して、 年間の作品制作数が目立って減ってきた。理由はわからない。1639年、30歳になった春にドルへ帰郷した。この年の半ば頃、地方裁判所の司法官として職を得た。1640年7月には、マルグリット・カミュと結婚した。彼女との間に6人の子を設けたが、成人したのは3人で、長男は死災に、長女は、 修道所になった。次女は何になったのかわからないが、生涯独身であったのは確かである。こうして、普通の父親と同じく一家を養う責任を負ったロトルーは、司法官としての職務に専念し、劇作は余暇に行う程度になった。1650年に亡くなるまでに、年間一本のペースで作品を制作し続けたが、この10年は、ロトルーにとっての成熟期で、 傑作が生み出されていくことになった。1650年、ドルーでも猛威を振るっていたペストに罹患し、それが原因となって死去した。彼の死に関しては、有名な伝説が伝わっている。1698年頃に、ドルーの神父によって記された、小冊子に橋を発するもので、18世紀に、それを再録した、ベネディクト会所属の修道士によって、 世に広く知られることとなった。それによれば、ロトルーはペストが猛威を振るうドルーを離れるよう、強く進めたパリ在住の弟に対し、以下のように返答したという、死の治安を維持できるのは、司法官である自分しかいないから、離れることはできない。司法長官は、パリにいて、仕事で長く滞在するだろうし、市長は亡くなったばかりだ。クレルモンダントラーグ夫人も、 ドルーから一里の距離にある彼女の館に避難するよう誘ってくれたが、同じ理由でお断りした。こうして書いている。この時にも、今日、二十二番目の死者を弔う金が鳴っている。神のおぼし飯があれば、私のためにもなるだろう。クレルモンダントラーグ夫人は、ロトルーの被護者の一人で、ランブイエ公爵夫人、カトリーヌ・ド・ビボンヌとも親交があったことから、 ロトルーもランブイエ公爵夫人のサロンに出入りしていたのかもしれない。この手紙は日付不明で現存もしない上ロトルーの死去から半世紀近くも経ってこのように伝えられているため、信憑性にはかなりの疑問符がつく。それでもこの資料が発端となって、後世に職務に準じた高潔なロトルー像を伝えることとなった。1867年には、 ロトルーの彫像がドルーの広場に建てられ、落成式ではアカデミーフランセーズの会員が彼の気高い人柄を称賛したという。1950年の没後300年記念式典でも彼の名誉をある詩が語られ、その詩を題材にとって芝居まで制作され、名実ともに故郷の誉れとなったロトルーであった。ありがとうございます。